高橋愛の一期一会。さて、この人は雨の日をどう過ごしているのでしょうか。雨の日も PPP な亀井恵里です。ね、雨の日ですらなまるんですか、愛ちゃん。なんでなまってましたよ。なまってない。雨の日でって言ってましたよ。はい、愛知号メイトの皆さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は亀井恵里さんが、はい、ゲストで遊びに来てくれました。やったー。最後まで番組に集中してください。あ、よくしますねって書いてあるんで。え、書いてあるんですか。はい、記録用にビデオ回ってるので。はい、いたずら書きしてると。いたずら書きしてんの、いつも。え、いたずら書きしてんの。あ、してるんですけど、今日ペンがないんですよ。あ、ここにありましたね。あー、取られた。ちょっとあのね、映像として残るので、はい、注意してくださいね。注意します、とのことです。さて、ここでいきなり一言英会話レッスンです。はい、亀井さんもぜひ一緒にやってもらいたいんですけど、今回皆さんに教えたい一言は、はい、I almost forgot です。はい、これは、あ、忘れるとこだった、うん、っていう時によく使うそうなやつですね。そうですね、忘れ物した時とか、あ、忘れ物した時はダメだ、忘れるところだったっていう時に使ってもらいたいんですけど、亀井さんちょっと多いと思うんで。はい、これよく使わせていただきます。あ、帽子忘れるとこだったみたいな。はいはいはい、この時に、この時に、あ、帽子、あ、おいしそうって言うんですか。今言ったじゃないですか。 I almost forgot。 I almost forgot。 A から始まるのに O って言うんですか。そうなんです。almost almost forgot 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 っていうのは過去形なんですけど。あ、ですよね。はい、そうなんです。じゃあぜひ、あの、皆さんも使ってもらいたいんですけど、じゃあせーので一緒に言ってもらいたい。はい、じゃあここに置いとくんで、はい、せーの。 I almost forgot。 違う。まあ、正しくは I almost forgot です。ぜひ皆さんも使ってみてください。言えないし。I almost forgot。 そうです。最後に亀井さん、いきなり振ってもいいですか。え、何ですか。四文字熟語教室をお願いしてもよろしいでしょうか。そんな、いきなり無茶ぶりだよ。いちごメイトの皆さんにぜひ無理無理教えてあげてください。はい、さあどうぞ。不可抗力。おお、出ましたね。不可抗力っていう言葉は、妹がお家でさらっと使ったんです、うん、お姉ちゃんそれ不可抗力だよって。おで、エリは初めてその時聞いたんです、言葉。不可抗力あんまでも聞かない。聞かないのかな、よく。いや、いや、よく使うんですけど。嘘つけられたって初めて聞いたんですよ。聞いたんですけど、不可抗力っていう言葉を、そう言って、で、妹がそれを言ったのがすごくかっこよくて、うん、で、不可抗力ってよく考えてみると四字熟語じゃないですか、うん、だから、はあ、これだと思って。意味は、意味はですね、あ、意味はちょっと、あの、今の前言撤回して。何？前言撤回します。前言撤回するの。はい、私ちょっと今ちょっと、あ、 I almost forgot。 おー、言えたじゃん。そうだよ。そうだよ、使ってね。ちょっとこれは I almost forgot。 いきますよ、亀井恵里のいきなり四字熟語教室。ここでは私がお辞儀でシェイプアップにかける気持ちを四字熟語で表現します。では、発表します。各地日進。各地日進。意味は、物事の本質を知り毎日向上していくこと。じゃあ愛ちゃんも一緒に、各地各地日進。ね、これ読んでるかも丸出しなんですけど、亀井さん。あの、これのポイントは、ポイントは各地日進ですね。日進、進で顔を上げること。なるほど。そうすると言い方ですか。そうするとびっくりマークが2つついたかのような聞こえ方になります。なるほど。はい、まあ、その言葉に対するあれはないですか。序盤も入れつつ。あ、なるほど。はい、あの、これは亀井さんらしくていいんじゃないですか。あ、ありがとうございました。まあね、本当にね、あの、もう現公開ゲネプロもありますから。ゲネプロ、ゲネプロ、あれちゃん名前なんやって。ゲネプロもありますから、はい、それを合わせれば残すとこ2日ですよ、あと。お、やばい。公開するまで、いや、本番まであと3日となりましたが、嬉しいですね。いやいやいや、本当に頑張りましょう、ね、頑張りましょうね。はい、今回は亀井恵里さんをゲストにお迎えしましたが、はい、どうでした。楽しかったです。本当か、うん、この空間初めてです。そうですよね。知ってます、これ。
エリーとアイちゃんいて他に5人いるんですよ。そうですよね、知ってますこれ。そうなんですね、すごいなんか不思議な空間ですよね。そうですね、照れるそうなんです、最初もう慣れなくて。アイちゃん照れませんでした？照れました。もう慣れましたけど。どうですか、はい、いや楽しかったです。またあの四字熟語教室開きたかったら、あの、うん、呼んでください。あ、わかりました。あの飛んでくんで、あの手振ってますけどあ、また来ていいですか？もう来なくていいみたいな。いやでも私はぜひ。あ、うん、お願いします、はい。